広がる夢。中学校の頃からですよね、これを言い始めてるのは。俺の夢は IWGP ジュニアを巻き、ジュニアのまま IWGP 世界ヘビー級のベルトを取り、ゴールデンタイムで試合をすることです。挑戦者高橋ヒロム。それをこう口に出して逃げ場をなくすっていうやり方をずっとやってきたんで、いや何言ってんだって思うかもしれないですけど、これは自分がなれないっていうことを想像できないんですよ。プロレスラーになった。 IWGP ジュニアヘビー級王者になった。自分がそのプロレスを見てた頃、どうしてもこうジュニアがこうヘビー級に勝てない、それが悔しかったんですよ。ただ今はまたちょっと違うんですよね。もう俺はジュニアはヘビーの下だと思ってないんですよ。自信があるから立ち向かう。ジュニア王者として、いまだかつて誰も到達したことのない領域へ。俺に挑戦させてくださいよ。超えるべきはもちろんIWGP 世界ヘビー級王者真田。3月ロスインゴベルナブレスでハポンを突如脱退し、ジャストファイブガイズへ。心機一転から一気に至宝までたどり着いた。いろいろ今やりたいこと多くて、世界的有名なあの人とかあの人ともやってみたいなとか、フェスとかもやってみたいですし、結構自分はあの未来しか見ないんで、過去を振り返れるのは苦手なんですよね。心のどっかで真田さんに挑戦したいな、 LY 上やめて正解だったのか教えてほしい。何かをつかむために変えなくちゃいけないことはあるのかもしれない。それでもやっぱり信じたい。ドラゴンドライ。夢を叶えるために必要なのは、何があっても夢は叶うと信じ抜くこと。ジュニア最高。俺だけの夢ではないと思うんですよね。ゴールじゃないですからね、はい、決して途中ですからね。まだ真田聞いてるか、俺は必ず夢を叶えるぞ。一人で描き始めた夢だけど、今はみんながいる。 IWGP を巻いてゴールデンタイム試合する夢を叶えて、広がる夢を叶えよう。 IWGP 世界ヘビー級選手権試合、挑戦者高橋ヒロム VS 王者真田。